こんにちは、しほです。今日はね、テスト前の10個のルーティンを撮っていきたいと思います。1、ペンを持ちます。はい、なんか今紙を動かして、はい、持ちました。はい、撮っていきますが、なんかキョロキョロしてますね。わからないのでしょうか。なんかちょっと答えを探してる目をしてます。白目を向きます。はい、答えがね、わからなかったんでしょうね。はい、白目を向きます。白目を向くと答えがわかる場合もあるので、皆さんもやってみましょう。私の見本にしてね。はい、3、はい、あ、いいですね。いいよいいよ、白目になってるなってる。私ぶっちゃけ白目できてないよねって話なんだけど、まあまあ気持ちの問題です。はい、3、ダダをこねます。いや、これはダダをこねてます。見た目通り前髪を切り散らがらダダをこねてますね。あの、動きすぎてず顔が赤くなってるんですけどそこはちょっとね、温かく見守りましょう。皆さんもこういうことあると思いますが、一緒にね、乗り切りましょう。ママに怒られます。そんなこと言わないで勉強しなさい。あ、早く勉強、明日テストだよ勉強しろー笑っちゃってんじゃん。次、はい、次机に向かいます。はい、はい、ちょっとね、もうやる気を出して机に向かいましょう。皆さん、7をこねた後はね、やっぱ机に向かいましょう。学生はね、ペンと紙がなんか武器って言いますから。はい、6、ペンを回します。いや、これ聞いてください、私これ回せてると思ってるんですよ。当時今見たら全然回せてないっていう。じゃ、皆さん、これ気持ちが大事です。これも回せてると思えばなんとかなる。まあ、いい感じに回せてると思ってます私。あー、落ちた落ちた落ちた。なんかすごいカカカカカしてるでしょ、私のなんかペン回し。すごいカカカカしてる。小学校の頃になんか流行ってペン回しやってたんだけど、それでもこれです。ちょっと飽きてきましたね、この辺で。はい、次。ペンで遊び出します。勉強する気ゼロですよね、この時。本当になんか遊んじゃって遊んじゃって 笑ってますね。はいはい、ペンを落としたんで拾って、なんか鼻の下に乗っけれるかなんとかみたいなことをしてます。なんか小学校の頃鼻流行らなかった、なんかまだマスクしてない時期にこういうの流行ったんですよ。なんか鉛筆を紙に巻きつけて遊んだりよくしてましたね。なんかペンを2本持って触覚とか、こういうなんかおたげみたいなのもよく流行ってて、小学校の頃なんかしてたような気がします。 I have a pen, I have a pen, oh pen, pen. 痛い。 I have a pen, I have a paper. 学生の味方。ああ、痛い。 I have a pen, pen, I have a pen, pa, oh, pen, pen, paper. 勉強中に何してたって話よって感じ。本当に痛いですね。今もすごいもう黒歴史みたいな感じになっちゃってます。はい、次8、笑い転げます。あ、これを。これ笑いって言われたら笑えなくないですか。これも黒歴史だと思います。はい、9、基準要求してやる気を出します。はい、いいな、新曲して。はい、いいよいいよ、 OK。 鼻から息をして口から出すみたいな。はい、ラスト寝ます。
勉強せずに終わっちゃった。悲しい悲しすぎるということで悲しい